初アズミンです。嬉しい誕生日楽しみにしてるね。ありがとう、嬉しすぎる。ゆきちゃん、だるまさんありがとう。つーさん、だるまさんありがとう。あ、久々にお話し会参加します。嬉しい、待ってるね。ありがとう。明日もね、お話し会あるけん、明日はねちょっとね、バブミン子供帰りします。楽しみにしててください。ダースさんハートありがとう。リュウヤくんハートありがとう。こんばんは。リバプールさん、だるまさんありがとう。ヒゲメガネさん、服ありがとう。リンくんハートありがとう。ディオさんハートありがとう。コイさんハートありがとう。ナミビーさん、だるまさんありがとう。フェアチャイルドさん、レインボースターありがとう。シンチさんもだるまさんありがとう。リョウチさん、だるまさんありがとう。ディオさん、招き猫ありがとう。こんばんは。ポロンさんハートありがとう。タクアンさん、だるまさんありがとう。あ、大阪天気悪そうなんだ。マジか、それはちょっとやだな。誕生日の日、今日もね、東京の方は雪が降ってるっぽかったね。広島はわりかしあったかかったんだけど。グレープフルーツさん、かわいい、ありがとう。恋さん、結婚してありがとう。前髪を切っていこうかな。めっちゃね、伸びたんですよ、これが。またでも体調ね、大丈夫。喉がね、もうちょっと一踏ん張りぐらいだけど、あと喉がガザガザしてる感じで、ちょっと鼻声なところがなぐらいなだけで、喉の痛みとか咳とかはね、だいぶ収まりました。そう、明日が二十歳最後の話し会になるのね。あー、楽しみ、ワクワク。NWP のチャンネル登録ね、思った、チャンネル登録者数ね増えてきて嬉しい。そう、今日ね、私もポストしたんですけど、ちょっとね、ポストの更新頻度上げていこうと思うので、ニューウェブ系のあの X 投稿した時は、あの拡散お願いします。ぜひ一緒に。じゃ切ろうかな。めっちゃ伸びたんだよね。でもちょっとおんまゆにはしたくないのでうわ、ちょっとハサミがめっちゃ汚かった今。よし。え、5700いった？本当に今日？今さっき見た時6000、間違えた5670とかだったのに、また増えたんですか？すごい。来週なんか目標立てようと思って、人数の来週中に5800が目標です。いくかな、今のペースだったらいくかな。もうちょっとあの目標来週の目標何人ぐらいがいいと思う？来週の目標を1週間ごとに立てていったら、増えるというか、みんなその目標を達成するぞって気持ちになっていいかなと思って、目標立てようと思うんですけど。まるさん、結婚してありがとう。来週中に6000いけるかなでも目標はね、高い方がいいもんね。ペース的には来週6000いけたらいいペースって感じなので。でも300でしょ、プラス300でしょ、5900、うわ、いいね。5900ありですね。来週の目標5900にしようかな。200人増やすために頑張る。5900って宣言しようかなよし、じゃあ切ります、前髪。
リアルお話カルカ6000にしよう。レアルお話カルカいける？ 6000？ 目標は高くか。でもいやでも確かに、え、6000にしようかな。来週中に6000、高い目標の方がいいのでね。来週中に6000にしようかな。キサシさん、だるまさんありがとう。待ってよ、しみこさん、だるまさんありがとう。よいしょ。切りすぎないようにもう慎重に切ります。だいたいね、断髪式するとね、毎回髪が短くなっちゃうので。6000って何の話？あのですね、今ね、ニューウェーブプロジェクトっていう YouTube チャンネルがあって、それのチャンネル登録者数が1万人達成したら昇格できるっていう企画をしてるんですよ、正規メンバーに。今研究生なんですけど。だからあの私のプロフィール欄からニューウェブプロジェクトの YouTube チャンネル飛べるので、ぜひチャンネル登録お願いします。昇格がかかってるのでぜひお願いします。それを来週中に6000行きたいっていう話です。よいしょ。ちょっとこっちが多いかな。断髪式してます。なんかこっち切りすぎちゃったかな。ちょっとでも巻いてるからね、難しいんですよね今日。こっち切りすぎたかもしれん。もうちょっと切る。あのね昨日スタッフさんとお話しして、あの福フェスの会場でチラシ、あのニューウェブのチラシ置いてもらう、置いてもらえるらしい。福フェスの会場に、2月22日の福フェスの会場にチラシ置いてくださる、もらえるみたいで、嬉しい、よかった。よいしょ。ねえ、そう、よかった。大朗報ですよ、チラシ。だからね、置いてもらえるから MC とかでもちょっと触れれたらいいな。ごめん、目がおかしくなる。髪切ってる時ちょっと目がおかしくなるから、ちょっとお気になさらず。ちょっとすいません、目がおかしくなっちゃうのは。より目っぽくなっちゃうんですけど、見てないことにしてください。この横毛をね、前髪は割とよくない？こんな感じでどうだ？うん、これでいいかもしれん。やっぱこっちが長い？こっちが長い気がする。なんか長いよね。こっち切ろっかな。もうずっとこっちばっか切ってる気がするけど、こっちの方がなんか長いんですよね。
だ？いい感じ？なんか真ん中ここが長いな。真ん中長いね。次は。え、ひーちゃんに切ってもらいたい。ひーちゃんもプロだから。ひーちゃんに切ってもらいたい。絶対ひーちゃん切ってもらったらめっちゃ綺麗になるよね。あ、とっちゃんまやさん結婚してありがとう。ありがとう。お、いい感じかも。いいね。かわいい。いい、いい感じ。じゃあ横毛を伸びたんですよね、触覚が。触覚切らんといけん。こうか。横毛、そう、横毛切るの難しいよね、毎回。ちょっと分けて一回。このなんか長いのとこことこれで分かれてるので、これだな。縦に行きます。最近ちょっと縦に切ったらいい感じに切れるっていうのをちょっと学んだので。めっちゃね、これ絶対さ、プロの美容師さんが見たら悲鳴あげそうな雑な切り方ですよね。絶対正しくない、私のこの髪切り方。あ、でもいい感じ。ちょっと長いかこれ。そこも自分で始めて。いつもやっとるよ、ここも。ちょっとでも斜めに切りたいんですよね、これを。斜めがよくて、うわ、見えない。これか。あ、距離感つかめない。あ、距離感つかめない。距離感つかめない。こうか、こうか。よし。どうだ。あ、いいかも。こっちもこれか。量一緒？ちょっと違う。こんなもんか。いい感じ？ちょっと量が違う気がするけど。でよ、こっち難しいな。どうやって切ってたっけ、こっち。こうやって切ってったのか。よいしょ。これと
感じ感じ。うん、こんな感じでいっか。うんうん。でこっちも。どんぐらい？こんぐらいか。あ、でも結構切った。こんぐらいか。うん、いいんじゃない？こんな感じで。その方がちょっと長い。うん、オッケー。これでオッケー。こんな感じで切れました。すきばさみ持ってないんですよね実家にしかないんですよね。こっちになくって買った方がいいよね。ていうか多分触覚とかは美容院で切ってもらった方が絶対綺麗だよね。意外とねこう見えてちょっと面倒くさがりなんですよ私って。実は気づいてるかな。もう意外と結構ちょっとだ、ちょっとというか結構だいぶめんどくさがりな性格で、美容院行ったら絶対いいんですけどね。絶対美容院行った方が綺麗に切ってもらえるけど、行くのめんどくさくって自分で切っちゃうんですよね。この前はメイクさんに前髪は切ってもらいました。さすがに時間がねなんかなかなかうまく取れなくって美容院行けないっていうのもある。でもいい感じに毎回前髪切れるのでこれで自分で切ってます。うまく切れてるから大丈夫。こんな感じですね。オッケー。うん、いいね、いい感じ。この長さ結構上達したかも。切るごとに上達してる私。恋さん結婚してありがとう。ちやさんだるまさんありがとう。え、一番いいカムレベルでよき。嬉しいやったー。これは毛です。毛です。アズビーの毛。欲しい人は走って取ってきてください今から投げるので46さん、ココアありがとう。 YouTube 1万人達成公約みたいなの 2.5 研究生足らない。あー公約作って。確かに確かに。でもなんか公約が、あ、公約ではないのか、昇格みたいなところある。でも公約ではないのか。あれはひげメガネさん結婚してありがとう。
やっぱり慣れないお上手さん、ハートありがとう。まさむねさん、ハートありがとう。ありがとう。昇格は公約ではないのか。確かに。あ、言ってみようかな。3人に。案出してみるのあり。ねえ、俺ら、そうそうそう。2桁までいっちゃったよ、2桁。バンジー4人でバンジー、でもみんなバンジーやりたい人ばっかりな気がする。もう多分 2.5 ってみんなバンジーやりたいみたいな感じ。確かにバンジーやりたい。私もバンジー言ってみようかな、公約。でもとりあえずちょっとまめにポストとあと目標を言うようにする。自分もあの来週までに6000、いけるかな。来週までに6000、来週までに6000、こんばんは。逆バンジーってどういうの？バンジーの逆って何？逆バンジー。コウジさん、だるまさんとハートありがとう。ね、バンジー、バンジー、バンジーやりたいな。読売ランド、あ、読売ランドってバンジーもできるんだ。読売ランドね、行ってみたい、行ってみたいけど行ったことないんだよな。ずっと気になってる読売ランド、東京のやるやつだよね。こんばんは。みやこちゃん結婚してありがとう。こいさん、だるまさんありがとう。確かに。ちょっと言ってみる、言ってみる、公約3人に話してみる。のぶいちさん、ハートありがとう。わしおさん、ハイランド、あるっていうよね、バンジーね。一番近いところだとそこかな、広島からだと一番有名そこが。あ、明日話せます、嬉しい、ありがとう。待ってるね明日ありがとう。あ、うさぴょうさん、この後登録するね、ありがとう、お願いします。チャンネル登録ありがとう、お願いします。のべちさん、ハートありがとう。くわねパパさん、だるまさんありがとう。今むきつさん、ハートありがとう。確かに。くわねパパさん、結婚してありがとう。4500ね。確かに今月中には6000巻とやばい。うん、やばい、結構やばい、もう結構結構やばいから行かなきゃいけない、絶対に。スイルを求めて昼なしバンジー、紐なしバンジーかいや、それをスイルどころじゃない、死です、です、死ですよ、それは。ネシさん結婚してありがとう。シミコさん結婚してありがとう。コウジさん、レインボーズありがとう。せやさん、ハートありがとう。みやこちゃん、ココアありがとう。岩尾さん、ハートありがとう。チャンネル登録完了、ありがとう、嬉しい、お願いします。カツさん、ハートありがとう。じゃあもう大きく目標、大きく来週6000にするわ。じゃあちょっと X で言おう、来週6000達成。来週中に6000、300、1週間、
でも行けるかなとか言ってちゃダメで、ダメだよね、もう今のペース行けるかなって言ってちゃダメだよね。達成させるぐらいの気持ちで行かなきゃ1枚行かないよね。頑張ってさ、ハートありがとう。今日なんかメイク良くない？今日のメイクちょっと落ちちゃったけど、でも朝に比べたら今日はね、なんかうまくいった、うまくいったかも、うん。今日のメイク、こんばんは。たくあんさん、ハートありがとう。確かに、かぎさんじなさん、レインボースターありがとう。来週6000いったら〇〇します宣言したか。あ、そういう感じ確か、何がいいかな。来週6000いったら X で毎日ハサミ喜ぶかなみんな X で毎日ハサミやばいか。もっくんハートさんね、ありがとう。渡辺さんハートありがとう。早くお話し返したい。嬉しい、私もお話ししたい、早くお話ししたいよ。痩せた、本当に痩せたかな。でもね、全然変わってないんよ、全然何も変わってないんだけどね、嬉しい。でも痩せたならちょっと食事制限せんといけんかもと思ってた。でも逆に最近、明日バブミンってことはノーメイクではないノーメイクではない、さすがに。ガンちゃん、ヨッシーさんハートありがとう。今向きさんハートありがとう。あ、シーツさん、ナルマさんありがとう。コーチさん、ダルマさんありがとう。むしろ毎日あずみ登録者増やしてか、毎日あずみとか恋さん、だるまさんありがとう。わたあめさん、だるまさんありがとう。こんばんは、嬉しい。福井さん当たったので、嬉しよかった。今ね、一般販売も始まったから、まだチケットゲットしてない方はぜひ。ありがとう、福フェス楽しみ。大人っぽい今日今日のあさみん毎日あさみん、ありですね。お休みとかで一個ちょっとやってみたい動画あって、載せてみたい動画のやつがちょっとまだ、月曜日に載せようかなと思ってるんですよ、そのやりたい動画が。それのちょっと、それが好評だったら、好評かどうか好評だったらいいなと思う一個ね、ちょっとあざと系の動画考えてるのが一個あって。そのまんまさん、ハートありがとう。
X で。やっぱおはようよりおやすみ系月曜日楽しみにしててください。ちょっと夜お休み系の動画、夜だとさ、時間だと何時ぐらいが一番人の目につきやすいんだろう夜って、夜だとお休み系の動画だと、動画っていうかお休み系の投稿って何時ぐらいが一番さ、みんな見やすいんかな。9時、8時とか9時とか、9時、10時ぐらいか9時、10時か、じゃあ9時、10時まで。私はね、20歳過ぎてるので12時まで OK なんですよ。あの12時まで X の投稿 OK、 9時、10時か、10時までかな、10時までにあげようかな。じゃあシンデレラみたい確かにそうね、シンデレラみたい12時まで12時までが、20歳過ぎてるよ21になるんだよ、来週21になるんだよ。遊びひーちゃん、だるまさん、ありがとう。お休みポストの後に配信して寝てないんかいってやつね確かにお休みってやってるのにね。お休みメールもじゃない、お休みメールもだいたい配信の前にお休みメール送るから、これから配信でみんなに会うのにここでお休みって打つのもなと思いながら、お休みってやったりお休みってしなかったりしてます。お休みメール21ちゃいだよ、21ちゃい。あずみん21ちゃいになるんだよじゃあ月曜日の夜楽しみにしててください。そうだ、さハートありがとう。え、同い年なの？そうなの？同い年、21になる。1月の来週の20日で。1月21になるよ。同い年？嬉しい。そうだよ、大人だよ。でも 2.5 期は同世代に見える。ねえ、見えない、見えない、めっちゃ見えない7歳下です、もう見えない、見えない。一応大人に見えるでしょ、アズミンが。あり嘘、純粋、嬉しい、嬉しい。ねえ、ちょうど1週間後、早い。全然私21になる実感ないんですけど、誕生日って感じしないんです、来週が。一番だね、ナービーかな。ねえ、いやね、最年少です、ナービー一番ひっくり返ってる、ひっくり返ってる、ちょっと年齢とあれが。ナミフィさん、だるまさん、ありがとう。あずみが一番大人です。こんばん
んは。目が疲れたので見つけてねさん、ありがとう。ハート、同い年じゃない、よりにもよってそのな、最年少と同い年に見えるの何なんですか私他にも年下メンバーいるけど、よりにもよってミューポンとかノーピ、一番最年少メンバーと同い年に見えるってわざと言ってるでしょわざと言ってるでしょ。くるくるは子供だけどね、くるくるは子供だけど、あずみは大人ですよ。おのかつさんハートありがとう。19日から20日にかけてひまたぎ配信する？しようと思う。うん、しようと思ってる、しようと思ってます。ハッピーバースデー配信、長女がナーピ、次女リオツ、三女クルク、四女アズミか逆転したんよ、逆転したんよ。それはふうさんハートありがとう。確かに大人っぽいナーピはね、うん、ナーピリオツはね大人っぽいんですよ。それはそう。テベートデラックスさん、だるまさんありがとう。スノーさんかわいいありがとう。まあ永遠の10代永遠の10代岡田あずめなので見た目は10代、中身は20歳、見た目は10代、中身は20代、岡田あずみです新一さん、だるまさんありがとう。大阪の日はね当日入りですね私。うん、当日入りでそんなにめちゃめちゃ早くないのでひまたぎできると思う。うん、読んでこサバ統治法で読んでこう、サバ読んでこう、もう下にね、下にサバ読んでく。いや、みょんみょんは、あ、みょんみょん1個下じゃないわ、全然2個下ぐらいか、意外と離れてるわ。2個下ですね。ん、うん、2個下だ、2個下だ。みょんみょん、さんきちゃんはね今19の年の子が多い、めちゃめちゃ、ほぼほぼじゃない、ほぼほぼ19代の年の子ばっかりな気がする。多いよねさんきちゃん、19歳、じゃけ来年20歳、来年成人式の子がめっちゃおる。うん、いや日帰りじゃないかも。え、いや大阪だけ日帰りか、東京だったらね日帰りじゃなかった、この前は。大阪は、大阪は日帰りかもしれん。うん、お話し会の日多分。お、あ、明日お話し会よろしくね、嬉しい、待ってるねありがとう、嬉しい、ありがとう。ね、サンキちゃん多い。リチャとイチゴ、うん、リチャとイチゴも、ユーナンも、カナウも、そこらへんみんな次二十歳の年で、でユイタンがその一個上でしょ、で私と同級がヒータンとヒーちゃんで、他が高校生、リエチ、サッチーが高校生で、ユイニャンも高校生だ。でミューポン、リアチが中学生で、全員か、うん、で全員か、そう、じゃき一番多分次二十歳になる代の子が一番多いですね、サンキちゃん一番多い。あ、カスミンも、カスミンは高校生、カスミン高校生、ユイニャン、カスミン高校生。年上は、ひーちゃんがめっちゃ誕生日近いよ、ひーちゃん
もうそろそろ多分ひーちゃん18とかだった気がする。ひーちゃんの誕生日、響き、多分待ってよ。響き、あ、嘘嘘嘘、23だった、23だった3個前って思ってたら3個後だったわ。私の3個後だから私の方が先に21になるんだ。じゃあひーちゃんよりもひーちゃんよりも先に3個後だ。そうそうそう、ひーちゃんが23だ、で私が20で近いんですよ。そう近いねって、サンキちゃんのお披露目の福山のリリーベの時にひーちゃんと写真撮って誕生日近いんですよって話してしたのめっちゃ覚えてる。私が先に21になるひーたんはもう21です。だから研究生の中で3人が年上なんですよ。ひーちゃん、ひーたん、あずみんが一番上の年代で、その中でもひーたんが生年月日的にはもう21になってるから一番年上っちゃ年上ですね、年的に。ひーたん、あずみん、ひーちゃんの順番で、すごっ挟まれてる、あずみんあの二人大人っぽいからな。ひーたんもひーちゃんもあの二人と並んだら子供だわ多分より子供だわ、私子供に見えるわなんか面白いね。ヒズヒー、ヒズヒーちゃん、ヒーちゃん、そうねえ、あ、リチャが15で、あ、葵さん18、あずみ、あ、めっちゃ固まってるんだ。じゃあ1月の誕生日が、そっか、強敵に挟まれ、確かにヒーヒーコンビに挟まれちゃった。そう、やっぱりね、ちょっとね、二十歳に見られにくいのでね、私ちっちゃいから。今日もさ、あの話し会のね、なんかお汁粉とかお弁当とかが並んでるの見てたんですよ、お話し会終わった後に見てたらゴッティとカスミンが来て、ゴッティにあずみんさんじゃないですかって言ってで、だったらゴッティが今日もって言ったんですよ。で、ん？カスミンが、そのゴッティの今日もって言った後にカスミンがちっちゃいですねっておいどういうことだなんかすごい団体芸かもされます、なんか二人でゴッティが今日もって言ってカスミンがちっちゃいですね本当にこれもう煽られたついにとうとうどうしようかいじられてるよ、ネタ合わせこんばんは、明日大きくなれるかな、祈りながら寝たら大きくなれるかな祈りながら、確かにゴッティはね大きいわ、ゴッティの横並んだらね大きいですよ。ゴッティの半分、いや、ゴッティの3分の1、嘘嘘間違えた、3分の2ゴッティの3分の2もうないぐらいです。2分の1じゃない、3分の2もないぐらい。あずみんが巨大化する夢を見たことあるのよって、何それ何その夢、じゃあその夢みたいに巨大化できるかな、あずみん、あずみん巨大化できるかな。一回大きくなってみたいな、一
いくつになりたい、何センチかな、でも本当に大きくなってみたい、100、もうモデルさんぐらいになってみたい、一回170近くなってみたいです。モデルさんみたいに足がスラーって憧れる。160後半とか。タイベートデラックスさん、だるまさん、ありがとう。黄色にぎりさん、だるまさん、ありがとう。なってみたい、一回ね、経験してみたい、その背の高い景色を。170のあずみんはあずみんじゃない。あずみんのアイデンティティがなくなっちゃうけど。ちっちゃいという。そうだね、キリカさんとかゴッティぐらいあるのかな。160170はなくても160後半はあるよね、絶対ね。うん、 STU ね、割とね、メンバー高い、メンバー多いかな、多いかも。小さくない巨人。ただの巨人、確かに小さな巨人って言わなく、瀬戸内の巨人ってなっちゃう。景色変わりそう、でも絶対経験してみたいですね。あとなんかね、あのね、服がないんですよ。服がもう本当にミニマム、ミニマム、ミニマムダメなんですよ、服が本当にないんです。上の服は買えても下の服が買えないんですよ。スカートが本当になくって、ほぼほぼ最近買ったスカート、なんかね、多分ね、体もちっちゃいから、身長がちっちゃくって体もちっちゃいので、ウエストとかも大きかったりするんですよ。丈も大きいし、ウエストも大きいし、丈がいい感じの長さ、いい感じの長さのやつあるなと思っても、ウエストが大きかったりして、そう、ウエスト周りが合わないの。そう、ウエスト周りが合わないやつばっかり。西松屋ね、西松屋は買ってないですから。それはちっちゃすぎる、それはちっちゃすぎる、ちょっと極端、極端。うん、そうだからお母さんに詰めてもらってます。あのウエストの裾、ここのウエスト部分とか詰めてもらって履いてるスカート多いです、めっちゃ。うん、だから下がね、あとだからワンピースか、ここがここの肩紐みたいなので調節ができるワンピースか、ウエスト詰めてスカートか。でも可愛いなと思ったやつ大体大きかったりする。そうだから可愛いなと思うコーデができないので、そう、ちっちゃい、ちっちゃめのサイズが置いてある S とか、 S、 あのね、フリーとかじゃなくてちゃんと SM とかサイズ展開があるようなお店行ったりして買ったりしてるんですけど、あとは低身長向けの通販サイトで買ったりしてる。本当にないんですよね、服。大変です。えひなちゃんのアドバイス、聞きたいもん。低身長メンバーさんのどういう服着てるのか知りたいです。フリー合わんよね。ね、フリー本当に合わんのよ。フリー X とか、あの S とか M とかサイズ展開されてないやつ困っちゃいます。うん、あずみの服はだいたい S ですね。S サイズの服、ビレッジヴァンガーデン、ああそうなんだ、小さいサイズあるんだ。ちょっと変わってるよね、ビレッジヴァンガーデンの T シャツは。作るしか、いや作ろうかな。
絶対作れないけど。作りたいぐらい。XS とか、うん。そう。困っちゃう。ブランド立ち上げようかな。でも夢ですね。低身長向けの服のモデルさんするのも夢。ちょっとコアですけど、あの、なんだろう、目指すものがコアだけど夢ですね。くるくる服どうしたね、どうしたんかな。でも可愛い服、くるくるの服可愛い。でもね、割とね、たまに苦手なので、くるくると服の多分系統がね、ちょっと似てて、好きな系統がで、あのデザインとかも、これ持ってるよみたいな、え、なんか一緒じゃんみたいなことが起こりやすいから、だから低身長が着れる服ってなると、なんか似るんかもって思うで、かつあの服のあのあれが似てるから、多分好きな雰囲気のあれが、なんかね、似てること多いですね。コアだけど需要あるかな、低身長ブランドのモデルさん。もっと言ってもいいかな、なんか怖すぎるかなと思って、低身長ブランドのモデルするしたいって、なかなかコアな感じがして、あんまりやりたいなってここら辺で思ってても口に出してなかったんですよね。ありかな、口に出してみようかな。でも私めちゃめちゃおしゃれに敏感じゃないですよ服好きなんですよ、服好きだしおしゃれも好きなんですけど、めっちゃおしゃれに敏感、おしゃれ番長って晴れるぐらいすごいおしゃれに敏感じゃないから、なんかそんな自分が言ってもいいのかなって思っちゃったりしてあんまり言えてないんですよね。言ってみようかな、低身長コアだけどありかな。でも確かに148をね、活かせるっちゃ活かせるのでうん大丈夫かな、低身長向け。大丈夫か、じゃあちょっと口に出してみよう声に出してみます。2024年、声に出してみる。可愛くてみたいな、それって心モデルに最適なキャラじゃない？めっちゃ褒めてくれるじゃないですか本当に嬉しい。低身長ブランドね、低身長、でも低身長の絶対ね、でもこの悩みの人いっぱいいると思う、同じ低身長服の悩み持ってる人絶対多いと思うから、じゃあ口に出して10回とかないよ。あ、だから叶うって感じなの、口に出して10回言ったら叶うって、あの感じ、口に10って書いて叶うなの。女優を口に出そう、2024年、大きく大きく口に出してみよう。みーくんだるまさんありがとう。戦えるかな、148。じゃあ2024年は「アザミンキャラ」「アザミン」もっと貫いていくのありだと思いますか
ちょっと21歳らしく大人っぽくなった方がいいかな。大人っぽくなった方がいいかなっていうか、大人なれるか分かんないけど大人っぽくありかな。あさみ警戒度アザミどうすべき。そっちのニーズ多いかな。年相とか大人っぽさいっぱいあるけど、ザトサはライバル少ない。あー確かに、確かに。じゃあちょっと確かに限界突破してこ2024年限界突破してこ。本当ニーズある、あずみん本当に。もうないと思っちゃう。本当？じゃあ限界、あざとさあざとさの限界突破。あざと大人ね。まあ確かに大人あざと大人ってどういうことだ。あざと大人、大人っぽくあざとい、大人っぽくあざとくってどうやってやるんだろう。大人っぽくあざとくってどうやってやるの田中みな実さん。あーなるほどね。いらない出ないよ。出るかな なるほど。あでもちょっとあざとキャラ強めでキャラ濃く頑張ります。キャラ濃いめで頑張ろうえまだ増えたの5710人。えすごい、チャンネル登録嬉しい。ちょっと練習してみてね。えやだなんか結構恥ずかしいんですよ。でいないからさ、目の前にさいたらさ、ま、できるんですけど、配信でいない画面に向かってあざといのするのを、まあ、死ぬほどやってきてるんですけどこんなこと言いながら、色っぽいあざと、でもこれは大人じゃないよね大人っぽい。難しい。こっち向きな違うちょっと違うわからんわからんわ
こっち向きなって、そう。これ絶対違うでしょ。これじゃないでしょ絶対。あ、分かったよ。みんなが大人っぽい、分かった。あれちょっとなんか、あ、分かった、いきます。みんなが好きなやつ、いくよ。なんかご飯食べてて、こうやって、暑くなってきちゃった結構髪結ぶとか、大人っぽいやつ。恋さん結婚してありがとう。これはいい？そう、鍋食べてて、ラーメン食べながら確かに何の時間やめよう、やめよう私も恥ずかしいわラーメン食べてて、そう、ラーメン食べてて、でも髪の毛あれまとめるの好きって聞きますよ。もうやりませんもうやりません、もうやりませんこんばんは。 OK、あざとさね、あざとさね。恋さん結婚してありがとう。あざといじられキャラぐらい、いや確かにそれはそうないだけ、あのね、そう、あざといことしてふうよりもおいの方が、あの、やりやすいっちゃやりやすい。うん、だから最近 2.5 期がそうめちゃんこケチョンケチョンにおい待ってやってるわって言われるのでもうそういう芸が成り立ってる。うん、芸成り立ってるよね 2.5 今のね今の感じ。そうそう、ふーって言われると恥ずかしくなる。いやそうなんよそうなんよ、ちょっと恥ずかしいのにそれでふーって言われるとよりあってなるからおいの方が反応的には嬉しいって言ったらちょっとなんかちょっとね M っぽいけど嬉しい。喜んでないんですけどね、別に喜んでるって言われるんですけど、最近あずみんはいじられたら喜んでるからそれはちょっと語弊があるんですけど、喜んではないですから喜んでないですか、笑顔だっていや喜んでないですよ。おいしい顔さんフ違うんですよ、違う、もう基本が笑顔なので私笑顔しかできないんですよ違う、何でもかんでも笑っちゃうのほら今みたいにだから M でも何でもないです
あじゃあ2024年ちょっとアザミン限界突破目指して頑張ります。嬉しい。最近ねできるようになったエクボ、昔なかったんですけど、ここねこっちの方ができるのかな、うっすらと。まあ、M って、いや、ま、あずみんが言ってた M は、意欲があるの M です。意欲が、いじられるの大好きとかの、そっちの M じゃなくって、意欲がある方の M だから、あずみんの M は。そう。怒られるのが好きってやつ。怒られるのが好きって言ったらなんか全部ちょっと語弊生まれるけど、なんていうんかな、褒められるのも好きな、褒められる褒め言葉、いいねって、よかったよ今日の パフォーマンスって。だからステージだとしたら今日のステージよかったよもう嬉しいんですよ、純粋に嬉しいし頑張れるけど、よかったよだけだと本当によかったのかなって気持ちになるから、悪いところも教えてほしいってなるっていう意味での M 意欲っていう意味で M なんです。そうそういう意味で M って言っただけだから、そういうことですよ。何言ってよなんで、そういう意味で、そう向上心の塊、そう言ってください意欲があるってこと、意欲があるってこと、そう注意を受けるとなんかも自分のだ明確な目標が分かるので、あじゃあ次ここ頑張ってみようとかが、とかできてないところを知れた方が嬉しいみたいな意味での、そう意欲があるってことここのルーム M、 それはね、それは合ってるわ。みんなは M だから、アスミンファンは M ルーム M 確かにルーム M、 確かに、いやルームは M ですよ。そうモチベーション、なんかよかったねも嬉しいけど、なんかここよくなかったねもう嫌じゃないみたいな感じ。熱ください、うわー熱本当の圧よし、じゃあ団長読みたいと思います13位、今井向吉さんありがとう。12位ルカヤマトさんありがとう。11位ヌシさんありがとう。10位ウッチーさんありがとう。9位カギ37さんありがとう。8位クマネパパさんありがとう。7位コウジさんありがとう。6位、みょうこうちゃん、ありがとう。5位、フェアチャイルドさん、ありがとう。4位、ひげめがねさん、ありがとう。3位、ディオさん、ありがとう。2位、こいさん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルル、バン。ゆずきちさーん、ありがとうございました。確かに、何の時間、後半何の時間だったんだろう。わかんない。いや、よくはなりがちなんですよ。何の時間か分かんなくなりがち、あずみの配信ありがとね。今日もお話会ありがとうございました。ありがとう、楽しかった。明日もよろしくね。2日連続20歳ラストのお話会なので、明日は待ってます、待ってます。ありがとう。じゃあ、えリアチ、え
ね、X アカウント凍結。思ったそれ。なんでなの？なんでなのあれって。なんでなのリエチ。大丈夫なんかなそれ。ごめん、最後の最後に。わかんない。わかんないの。らしいんですよ。リエチの X アカウントが凍結しちゃったみたいな。何が起きたんだろうか。ね、今、大変、なんか大切な時期というか。あの X のやつがさ、サンキちゃんはあの昇格とかいろいろかかってるからさ、結構きついよね今ね。凍結しちゃったらね、ね、企画中やったから。なんで凍結ってしちゃうんだろう。早くモノに戻ってほしいです。ほんとリエチの X ね、凍結私もしないように気をつけますじゃあ、ねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ、ゆっくり休んでね。おやすみなさーい。バイバイ。